一流経済史、熊本経済、10月号にですね。ありがたいことに、小型物、熊本豪雨被災者支援、小型物団無償提供、クラウドファンディング、掲載いただきました。誠に、あの、宮田記者、ありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産物団 お仏壇の販売が定職な方後期でございます。2020年10月9日金曜日。今ちょうどですね、朝54号、5時45分の朝ドアでございます。台風、まあ何号やったかな ?11 号くらいやったかな今足摺り岬のところ行ってるみたいですね。ガタガタ風が行っておりますけどですね。頑張って朝ドア。はい。いや、あの、ありがたいことにですね、もうほんとですね。 もうこんなに可愛い宮田記者様ですねご取材いただきましたもう本当にありがとうございますあのこちらいやかしょ大きな紙面を割いていただきましたえー、ご えー、豪雨被災、豪雨被災の被災者様に小型仏壇を無償提供。輪島漆器仏壇店ですね。え、写真とですね、当店の外観を出していただきましょう。カラーページです。もうありがとうございます。でですね、えー、10月からクラウドファンディングで募集しますと書いてあり,ありますですね。10月1日から31日までやっております。募金よろしくお願いします。はい。でですね、永田社長は、ご先祖様との絆が繋がるよう仏壇で支援したい。 失われた仏壇が、えー、提供することで少しでもおじいちゃんおばあちゃん元気になってもらいたいと。もう,もうその通りでございます。もう本当にそれは思います。もう宮田記者様ですね、丁寧な取材、本当にありがとうございます。もうこんな可愛い方なんですよね。残念ながら結婚した日、ひ妻でいらっしゃいます。本当にですね、綺麗な清掃な方でいらっしゃいます。とてもですね、丁寧で優しい取材ですね。で的確に。あ、これ写真を撮影していらっしゃるところですね。本当にありがとうございます。あ、それとですね、この間、 実はですね、この間の、あのー、クラウドファウンディングの開会式の時にもですね、ご来店いただきました。もう本当、いつもありがとうございます。これよりお礼を申し上げます。まあ、こういう形でですね、もう取材いただけるということでですね、一人でも多くの方にですね、あの、ちょっとこの間話聞いたんですけど、もうやっぱもう、人吉豪雨のことを皆さん忘れてらっしゃるというかですね、熊本市内にいるとわかんないですけどね、現場はまだひどかったですよ。 ですから、やっぱ少しでもですね、こういう形でですね、皆様に知っていただきたいと思います。もう本当にですね、もう、もう、熊本経済様、宮田記者様、ありがとうございます。えー、熊本の一流経済史、熊本経済、10月号にですね、令和2年、熊本人志豪雨被災者支援、小型仏壇無償提供、クラウドファンディング、 お計算いただきました誠にありがとうございますまああのクラウドファンディングですねちょっとあのよろしくお願いしますやっぱもう,もうほとんどですね90何キャットかなもう配りましてもうこれ以上私はもうじ、まあ、最初は自腹で配っておりますただもうすいませんもうちょっと無理ですねですからですね皆様のご嬢材をですね広く浅くあのご,あのご寄付よろしくお願い申し上げますそのお金はですねもう全額人吉の おじいちゃんおばあちゃん仏壇が流されたやっぱ昨日おとついだったかなあの人吉市内の上薩摩町にお返したんですけど全部使ってますね1九9 0ンチほとんど上薩摩町のもう市内全部使って1ー9 0から2ー来たそうですねもうは もう仏壇どころか何もないってところですねもう電化製品から何もないですからまずは電化製品とかそのあたりからまずは家のリフォームですよね。 でそれから、まあ、電化製品とかなりますから、お仏団はやっぱもう後回しになると思います、ですから、うこういう形でですね1本でも多く、ですね特にもうお年寄りの皆様、ですねがっくりしてらっしゃると思います、やっぱりご先祖様はですね、もう特に大事にしてらっしゃいますから、ですね一人質の皆さん、よか方だからですね、はい、ですから、まあ、そういう方々にですね1気でも多くですねお届けしたいと思いますので、まあ、下に貼っておきますから、ご協力よろしくお願い申し上げます。はい、それとでですすねね、えー、こちらです、ね あご協力よろしくお願いしますということですねそれと、えー、熊本経済の美人記者宮田様度重なる取材ありがとうございました改めて心よりお礼を申し上げますはいではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございます皆様の開運を発展お祈り申し上げます